三重県道11号四日市関線は、三重県四日市市から亀山市に至る県道である。三重県四日市市水沢町の三重県道44号偶妻橋、線交点から亀山市関町新ところの国道1号交点に至る。四日市市、鈴鹿市の市街地から西に外れた地域を走る。鈴鹿市と亀山市の市境付近では、ゴルフ場が点在する。 亀山市では、フラワーロードの周囲を右往左往するような形で走り、亀山、関テクノヒルズを通過する。終点付近は、旧鈴鹿郡関町の市街地であり、旧東海道の宿場町風景が残されている。鈴鹿市、西省内町及び亀山市白木町の亀山、関テクノヒルズ周辺において、バイパスが整備されているものの、境愛区間が依然多く、 主要地報道とは思えないような狭い道幅のまま残されている区間もある。鈴鹿山脈のふもとにある農村小集落を結ぶようなルート設定となっているためか、全区間を通じて交通量は少ない。2019年2月22日、新名神高速道路の速道をバイパスとして一部、供用開始した。2020年3月10日、 三重県道565鈴鹿公園長沢線の交点まで共用開始3月31日区間変更により正式路線となる鈴鹿市小木市町鈴鹿市西野章内町ありがとうございます